カイアンは、生爪パンガシウスカに分類される魚類の一種。熱帯魚として飼育されるほか、食用魚として漁獲及び養殖される。サメに似た特徴がある。メコン川におけるカイアンの渡り。日、3月から5月緑、5月から9月赤、10月から2月斜線、高温ポペンの滝クラチーカンの南メコン湖大群の産卵場水域の中層を悠々と泳ぐ魚であり。 目は発達して左右に張り出している。黒く光沢のある背面と白地の腹に入る黒い三本島を特徴とする。しかしながら、妖体の内は黒というよりは銀色に近い島模様であり、見る角度を変えると青や群青に美しく光る。原産はチャオプラヤ川やメコン川流域で東南アジアの他の河川にも養殖目的で移入されている。 生育に適した環境は、pH6.5 から7.5、高度 2.029.0dgh、水温22摂氏26度で、メコン川のような水深の十分にある大きな川を好む。ミャンマーのエイアワディ川、インドネシア、マレーシアに移入されて定着している。海岸は、川が氾濫する季節になると水量が高いうちに上流に移動して散乱し、 水が引く頃に下流に戻るという渡りをする。下流への渡りは水量の減少によって引き起こされるらしく、洪水の季節の終わりになると、再び下流に帰る。渡りの時期は水系によって異なり、メコン川では5月から7月にかけて上流に移動し、9月から12月にかけて下流に戻る。高温パペンの滝の南では上流への渡りは10月から2月にかけて起こり、 11月から12月にピークを迎える。原産地では上流から移動してくる幼魚を捕獲し、生けすに入れて育てる養殖が行われる。タイ、ラオス、カンボジア、ベトナムでは食用であるほか、欧米にも輸出されている。ベトナム語のチャーの名称で流通されることも多い。アメリカ合衆国ではチャー、またはタイ語名に由来するスワイの名で呼ばれ、混乱することに、 バサの名で呼ばれることもある。バサよりも味は落ちるが生育が早く安価であるとされる。バサと同様にアメリカはベトナムからのパンガシウス科の輸入魚にハンダンピング税を課しており、米越ナマズ戦争の対象になっている。海安はタイで大量に養殖されており、日本にもよく入ってくるポピュラーな外国産ナマズである。熱帯魚店などへ行くと、まだ5センチほどの幼体が、 干渉目的で300から600円ほどで売られているが最終的には90センチほどまで育つ。また色素がないアルビの個体も一緒に売られることが多い。カイアンの飼育方法は他の熱帯魚と変わらず雑食なので金魚の餌から赤虫まで何でも食べる。他の魚には一切害は加えないが驚きやすく水槽に頭をぶつけたり装飾品で 自らの体を切ってしまうことがある。ナマズの仲間全体に言えることだが、病気には強く、簡単に大きくなってしまう。水温が低くなったり体調が悪くなったりすると、漆塗りのような体色が薄くなる。野生の個体群は少なくとも、タイとカンボジアで著しく減少し、チャオプラヤー側とタイ側のメコン側ではほぼ絶滅に近い。 大型で渡りをする経済的に重要な魚類であるため、乱獲、環境の劣化、メコン川における水力発電用ダムの建設など、河川改修に伴う生息環境の分断には特に弱いと考えられる。AB ビトサイアナン、C& ホーガン、Z パンガシアノドンハイポーフサルマス。 IUCN Red List of Select on the Species, Vergeon 2012.2, International Union for Conservation of Nature, Relieved 24 February 2013, and, N. Fan Zaring, D. Eng Software, Ing A Pen 1変更 J. Johansson, Status of the Mecon Pangasi Anodon Hypo of Salmas, Resources, with Special Reference to the Stock Shared with Ween Cabotcha, アンドベトナム、イン、MRC テクニカルペーパー、ナンバー1、メコンリバーコミッション、パナムペン 2002? 一瞬1683から1489、AB、フロス、ライナーポーリ、ダニエル、エズ、パンガシアノドンハイポーフサルマスインフィッシュブイス、フェブラリー2012バージョン、バサ、スワイン、シーフードソース、 h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w s e a f o o d s o u r c e c o m スラッシュ s e a f o o d h a n t b o o k s ラッシュ f i n f i s h スラッシュ b a s a s w a i ありがとうございます。